えいよー、ケンツメシです。ケンツメシチャンネルへようこそ。お邪魔します。お邪魔します。はい、お願いします。お疲れ様です。ケンツメシさん、痩せました？あ、そうですね、ちょっとダイエット日焼けも日焼けもしていい感じに、はい、そうですね、5月おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、というかね、改めましてえいよー、ケンツメシです。そしてどうも、ドズルです。そしてラットインプスです。よろしくお願いします。お願いします。ついつい我々はね、はい、ラットにちょっと意地悪をしてる。エラスさんね、こうピュアすぎて、はい、いじるのが楽しい。というわけで今回、はい、道徳さんのね、はい、スタジオをお借りしまして、やらせていただきます。はい、道徳さんとラットミスさんによろしくお願いいたします。お邪魔してもらってます。で、日本一決定戦、はい、先月、まあ、行われた8月ですね、の、ラットミスの、準々決勝と、準決勝、はい、の負けゲップが1本ずつあるので、はいはい、そっち側ね、みんなもやっぱりこう知りたいと思うんで、いやー、やっぱ天才プレイヤー、はい、どう負けるのか、なんで負けたのか、哲学みたいですね、ラットはどう負けるのか、気になるじゃないですか、気になる気になる。というところで、そこに迫っていきたいと思います。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。じゃあ、まず準決勝の、カシドラさんとの戦いで負けたりプレイ、これすごかったですね。これは本当に、はい、めちゃくちゃ面白かったですね。めちゃめちゃ面白かった。どうすか、ラドさん。いやそうっすよね、別に特にはなんもないです。1戦目で巨スケで、はい、巨大スケルト、はい、あ、そう、勝ってたんで、まあ負けてもいいってのはあったんですけど、うん、負けたくはさすがになかったんですよね、うん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 、まあ、白衣と、うん、ここも、まあ、白衣かったんですよね。あ、吹き矢、はい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 。で、ここも僕、ずっとパイプも打ってやばいっすよね、無茶して。あ、無茶して、バラ入らなきゃ、無茶して。まあ、でもまだまだまあ、迫撃できたなと。うんうんうん、迫撃自体が、まあ、若干こう、フレバトではそうですね、珍しいですよ ね、 すよね。いや、ナホリ出てきて、はい、まあ、まだクラられてますよね。まだクラられてます。あ、まあ、ネクロかと、はい、最初、ダクネクかなと思いつつも、はい、なるほどっつって、なるほどっつって、はい、まあ、逆サイドバルーン、はい、まあ、迫撃、なるほどっつって、いや、はい、でも完全防衛迫撃ですもんね、はい、本当にターゲットを奪うだけっていう。まあでもバルーンに対して、あ、吹き矢ちゃんと避けていくんですね。エリート吹き矢ですね。エリート吹き矢 U の入って、このネクロめっちゃ仕事しますもんね。しましたね。ガンゴイルもやっつけてくれて、ネクロがやっぱなライトニングないと厄介ですね。そうですね。で、ここら辺でまあまあまだと、うんうんうん、まあダメージ的にはほとんど一緒、はい。もう柏原さんの結構リード取っておーおーって感じですよね。うん、こっからっすよね。おっと、これこれもうすることないですからね、バッチすごいっすよね。ぶっ刺さりっすよね。ぶっ刺さりムートっすね、ほんとに。で、これでもう、はい、やべえと。いや、これは湧きましたね、マジで。はい、でもこう、相手ネクロと吹き矢持ってて防衛服もあるんで、結構きつい。うん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 。で、まあまだ出てないですけど、トルネードも入ってるじゃないですか。すごいきついですね。で、この破撃もいやらしい、一発入るね。あー、一発入って、はい、ちゃんと落としつつ、で、これファイブをこっちに使うとネクロだもん。ネクロ、しかも2体目ネクロにトルネードで、はい、がっつりバフ守られてますね。そうですね。ライトニングとかのだったら結構一貫性あってきついかと思うんですけど、はい、うん、ライトニングがないなってこう思って選出したんだったらめちゃくちゃ刺さってますよね。刺さってますね、環境に。コントロール相手、はい、ミス、はいはいはい、もう一気にファイアーボールで、はい、まずは決めていって、この時ラッテよっしゃって言ったんですよ。ああ、はい、あの映像で、はい、よっしゃって言ってました。そんなこと無意識にこうしみたいな、あ、言ってた。マジでマジでマジで知らなかったそれは。楽器だなと思って見てて、はいはい、でもこうデッキ的な感じとかでこう見てて、あ、ラッテやばい、負けるんちゃうかなと思って。じゃあこのファイブもちょっとチャラいチャラい、ここもですね。あ、そう、ムーというのが、ムーというのがもう一気に入る、はい、サドンデ船長の字幕が出てる間にですから。あ、そういうことか。そういうこと、はいはいはい。気づいたら、あれ気づいたら、ね、野球側やっぱこう見てて、あれみたいな。いや、なりました、なりました。今ちょっと、ちょっと戻してみてもらえば分かるんですけど、はい、こう、もう一気に地上が全然なかったもんね。そうですね、ないとしかなくて、うん、で、それも迫撃のタゲで取っちゃって、スカスカの時にもうムーというの、うんうんうん、ムーと一回タゲ取ったらずっと取っとくんで、はいはいはい、それが強いですよね。一回ターンでターゲット取らせて完全にやるじゃん、やっと。まあ、そうやね。
デッキ相性もありきなんですけど、うんうんうん、にしてもこうすごいですね、相手のデッキがトリッキーで刺さったなって感じでしたね、はいはい、やっぱ迫撃っていうのがこう相手にリクイーンで使わせる、うんうんうん、で防衛もかなりこう役立ってるイメージなんですね。いやすごい、めっちゃ面白かったですね、印象残った試合。来月もまた柏村さんね、はい、注目プレイヤー。さあそしてまあね、この次勝って決勝に進みましたよと、うん、決勝の1セット目ですよね、はい、事件が起きたのは事件が起きたこちらさあ、うんうん、アマテラスさんとの戦い、アナハイライトニング、アナハイライトニング、うんうん、でアマテラスがラバーですね、ゴレー、あ、ゴレー、あ、そうだ、ごめんなさい、1セット目ゴレーしかない、ゴレーですね、確かに確かに。で、こう、自分このアマテラスのデッキ使って、はい、20勝チャレンジ最初挑んで18度だったんですよ、うん、っていう風で、結構強かったですね、使ってて。ここでもう僕は勝ちを確信しましたけどね、あ、その結構攻めて、確かに確かに、エリコンを込ませて1個前に穴振りが欲しかったんですよね、これ、うん、あ、まあまあ、まあ、でもこう、ポンプ削ったんでダメージの割にはってことですよね、うん、ダメージサンエクサーで1500くらい削れてるんですから、うん、実質そういうことですね。で、インフェもあるしね、うん、で、メガゴからのゴレ展開ですね。これやる勇気あんま俺ないんですよね。いや難しいですね、やっぱり結構あって、うん、はい、インフェだって出て焼かれますもんね。そうですね、ここでガゴ出すけど嫌な目もあるし、もうこの時点で、うん、あーもっとおっとと、おっとと、あのコンボ良くなったから、あー、まあ、ね、そうだね、バカでやられましたね。でもこの時にはやっぱこうアマテラスの目立ったデッキをうまく捉えてるなと思ってます。ここ見たらもう誰しもが、まあ、ナイスゲームってなりますよね、うん、本当に。で、ここっすね、ここうまかったラットが、いやー、これやられ逆になんか良くなかったですね、これこれでポンプ削って見つかって、なんかユニット出すせると、そこにライトニングと、と思ったんですけど、何も出なくて、それでまあこれ、シャーネシラ、ライトニングです。これでもアマテラスの噂だったよね、高度な駆け引きなんですよ、今。いや、要はユニットを出さないで、はい、そうですね、あの相手に呪文使わせないっていう。今のコンプのとこにやっぱダクネク出してたらってもう一貫のアドですね、はい、めちゃくちゃ取れるし、うまいなと思って、うん、で、ゴレ展開されて、うん、あ、このコウモリがね、アイドルコウモリ結構火力あるんで、うん、言うのがいけなかったかなって、うん、はいはいはい、でも待って、インフェもちゃっちゃら先に出しとった方がよかったよね、うん、だからもう実はでも相手にザップがないんで、うん、リセットできないですもんね、はい、これゴレは割れる、ゴレは割れるんですけど、ただこの残ったベビドラと、うん、やっぱね、ダクネクが結構強いですね、うまいですよね、この、うん、そう、ライトニング多分ベビドラ外れとったんですよね、範囲の、うん、そこがもったいなかった、結構ベビドラってライトニング耐えますしね、うん、うん、この時点で結構やばいなって思ってて、で、ビビドラ刺さってって、うん、ここで1-1になると、はい、ちょっと嫌なの言ったんだよね、うん、しかし、って感じで、で、こっからっすよね、その残りで削りに行って、しっかりアイブルで溶け取って、ここで、こう、金庫ダクネでやられて、ここがね、ちょっとね、早かったんですけど、うん、あ、でもゴール言うて溶かせたんで、ここからっすね、ここは結構綺麗に抑えてる感じですね。ただアド取られてて言うのこれがね、これ欲しかったっすね、これ欲しいっすね、分かる、もうこっから削れないっすよ、今の言うのはちょっと渋かったね、でもパターンもずっと一緒なんで、これ、はい、そうだね、インフェの一緒、ここでダクネはアイブレで釣ったんですよね、これかなりうまいなって、その2コストでしっかり相手処理したなと思ったんですけど、ビビドラちょっと邪魔して、邪魔されて、しかもここからまた形作られると、はい、これだね、いやうまい、いやなのに、全員ペイだった、まあ、あーでもここ削りたのに捨てて、うん、ライトニングと矢の雨で、まあそうだね、スピードあとちょっと矢の雨を強引に使ってライトニングって、まあでも際どいとかする、際どいですね、これはやっぱあそこの言うのがちょっとゴリで受けられたところがね、きつかったなと思いますね。
バマテラスさんも角出しを警戒してのあそこでしょう、ね、そうですね、結構これ出して、うん、2体目でみたいなっていうビジョン見えてたんで、はいはいはい、使い慣れてるデッキ使い慣れてますねかなと思いましたね。まあ、これで新しくまたあのヤナメの場所をトルネっていうのを、うん、そうだね、使いました、まあ、改めて、はい、はいはいはい、トルネだったら結構防衛できてましたもんね、うんうんうん、いやーどう負けて、まあ、キリプとかなんだけどよかったんじゃない、うん、さっき聞いたのは楽しいって言ってましたね、はい、こう楽しいって競る試合が、はいはいはい、1対1とかこうトーナメントとかね、盛り上がるしね、俺を任せてくれと、そう誰か敗北知りたい敗北を知りたい、バイラップで、まあそれが一応この方なんですけどね、安っすよね、ほんまに、あ、5月大会ででも、この話をするとストレートですもんね、あ、その5月大会、そうですね、じゃその前日にある男に負けててなるほど、はい。ちなみに前日ね、ちょっと皆さん忘れてるかもしれないけど、はい、なんだっけ、クラロワ YouTuber 日本一決定戦っていうのがあったんですよ、はい、そうですね、そうですね、懐かしの懐かしの何デッキでしたっけ、僕がゴーレムダクネクで、で、ゴーレム、あ、そっか、ゴーレムでインドラトリナの、はいはいはい、アマテラスのデッキなんです、実は、ああ、そうなんですね、で、ゴケ同士めっちゃ強くて、めっちゃボコボコしてたんで、はいはい、ちょっとドズさんゴリで来るの上がってて、うんうん、あの取れないなと思ってちょっとやったんですよ、はい、けど結構きつくて、まあ、ダクネが強かった説もありますし、ね、まあ、でもこう、はい、負けて、まあ、そこで次の日迎えてって感じ、はいはい、進んで当たってって感じで初戦から、はい、今のとこ5月で一応倒して、はい、でも6月は自分アジア大会で出なくて、ね、はい、優勝して7月出たんだけど1次予選で敗退してで、うん、優勝してで8月出て2次予選で敗退して優勝してっていう風なんで、一応こうラットが勝ってるんですけど、まだ仮はあれぶつかってはないと、一応マルチで当たったんですけど、はい、やっぱこうガゴムやりたいし嫌なのに持ってますし、はいはい、そこはしっかり勝って、まあ、その動画にしたんですけどこうなんかね、昨日の夜に行われた、はいはい、夜の最強決定戦も勝ちましたもんね、ケンツメ選手誕生日前、17最後の17歳確かに今日誕生日なんですよ、今日誕生日18歳なんですけどね、はい、っていう感じ、結構やっぱこうプレイヤー相性っていうのも、うんうん、実はある、まああるでしょうね、俺もアマト休み方ですか、そういう、うんうんうん、あるんで、そういうのもね、結構あるし、本当に一緒に切磋琢磨して、まあ、9月こそはまた別世界だってね、そうですね、確かに、でこの2人がね、トーナメントで会うとむちゃむちゃ盛り上がる、マジで、はい、どうぞさん、もちろんもちろん別世界と言って、はい、もちろん、はい、こう、いい感じに当たって頑張りましょう、頑張りましょうって感じでね、1ポイントゲットするのがね、はい、絶対取りたいんで、いや、盛り上がりますよね、本当に、いやいいっすね、こうやっぱ面白い、ドラマがあるというか、はい、って感じ、本当にみんなで頑張っていきたいなと思ってね、はい、頑張ろう、頑張ろうって感じでね、今回はやっとラットのこう巻きリップとかね、はい、一緒にみんなで振り返りつつ、まあ、いろいろと聞いてたという感じで、はい、うっす、この後も結構コラボ動画撮るんで、そうですね、なんかいろいろ撮りたいんで、はい、また近日中に、そうですね、はい、公開しましょう、はい、これいつも終わりなんでしたっけ、飯食べてきます、飯食べてきます、食べてくれたんですけどね、今食ってきてお腹いっぱいになりますね、はい、でいきます、では皆さん飯食べてきます、バイ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 。